それでは875日目ネックロール連続10回挑戦、今日もやっていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ただそれだけです。まあただですね、今日は、3回行きたいかな。まず、最近2回、最高2回なので今日は3回行きたいと思います。さあではちょっとやっていきたいと思います。4回かな。よっしゃ、4回来ました。よし、OK。
あーべあ、後ろ行っちゃいますね、やっぱボールが。なんだろうな、なんでだろう。どうしましょう、あと3回行こうか。ラスト行きましょう。ラスト行こう。今度こっち向きで行きましょうか。ということで今日は、まあ、回数的には、3回が1回に4回が1回、まあ、今日の目標は達成することができました。
意外とできましたね。はい。まあそれはやっぱりこう上げるタイミングをちょっとね、上げるまではちょっとタイミング遅くしてね、で上半身を90度まで持ってきたところで上げるっていうところをこう意識したので、まあ良かったかなと思いました。はい。なのでね、次また、次回も3回行けるようにね、で、あわよくば4回行きたいですね。明日は4回かな、そうしようかな。はい。いやでもね、なんか、まあ体のコンディションも重くはなく、体の重さとかは特に感じなかったので、やっぱり早く寝てね、良かったですね。やっぱね、早寝早起き大事ですね。本当にそう思いますし、自分はやっぱりこう7時間マックスね、7時間いければ、結構ねコンディション的には良くなっていくのかななんて思いました。そう、あとね、最近ちょっと食べ過ぎですね。食べ過ぎ、良くないです。食べ過ぎですね、間食が多い。あそこをちょっとね、また体調管理しっかりして、ちょっとね戻さないといけないですね、夏に向けて。はい。ということで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。はい。でまた、次回もですねお会いしたいと思いますので、またその時にお会いしましょう。それでは、今日一日素晴らしい日になるように、お互いに一生懸命生きていきましょう。時間は有限だしね、ちょっと大事にね過ごしていきたいと思います。それではありがとうございました。では失礼します。ありがとうございます。